はい、関智之です。今、100歳の現役のお医者さん、駿河圭次郎先生のドキュメンタリーを作っています。駿河圭次郎先生は80歳代でも、ご自宅のある東京都駒込から、東京駅まで山手線で毎日通勤をしていました。駒込駅から山手線で東京駅まで、ある時私は通勤のお供をさせていただいたんですね。でたまたまその電車、山手線、そこまで混んでなくて、席も座れるぐらいだったんですね。だけど、駿河先生、ずっとこう、釣り革持ったまま立っておられたんですよ。で、先生、座らないんですかって私聞きました。そしたら、いやいや、足腰を鍛えなくちゃいけないんですよ。駿河先生、お答えになっていました。まあ、やっぱり年重ねると足腰から弱って来られる方って多いですよね。駿河先生、やっぱ相当足腰を意識されてて、まあ、80歳代でもテニスを続けられていた方ですからね。まあ、駿河先生の健康の秘訣っていうのはそういう電車でも立つっていうところにもあったのかもしれません。以上、100歳ドキュメンタリー制作中の関智之でした。